TBS サンデーモーニングが放送法の解釈変更を痛烈に批判したとのことですが、出演者全員のその偏った思想にツッコミが殺到し大炎上しているようです。司会の関口博史氏や青木治氏ほか、出演者が語った内容やサンモニのこれまでの偏った報道などネットの反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。12日放送の TBS サンデーモーニングが、第2次安倍晋三政権下で放送法の政治的公平の解釈をめぐり、立憲民主党の小西洋之議員が公表した首相官邸と総務省の間のやり取りが記された行政文書について取り上げ、総務省が一連の文書を7日に行政文書として認めたのを受け、司会の関口博史氏や出演者が当時の政権の姿勢を批判しました。文書によると、当時の磯崎陽介首相補佐官がサンデーモーニングを名指しし、コメンテーター全員が同じことを述べていると指摘した上で、けしからん番組は取り締まるスタンスを示す必要があるなどと発言したと記載されています。安倍元首相は、極端な例をダメだというのはいいのではないかと磯崎氏を援護し、正すべきは正すとの立場を示したということです。番組で司会の関口氏は、当時の権力者たちがメディアというものの解釈をどこか間違っていたんじゃないかなという気が僕はしていますと発言し、この日の番組に出演したジャーナリストの青木治氏は、今回の文書って一番肝の部分は、磯崎補佐官がけしからん番組は取り締まるスタンスを示す必要があるっていう部分なんですねと磯崎発言を注視、テレビの番組はこの番組を含めていろんな番組があっていろんなご意見はあると思うんですね、いろんなご意見があってその中で修正したりとかってことはありえると前提し、時の政権の幹部がテレビ番組を、あるいはテレビに限らない報道を取り締まる必要があるという発想は憲法が禁じる検閲になるわけですよねと説明し、いろんな意見があるっていうのはもちろんなんですけどと番組内容への批判も認めつつも、少なくとも時の政権の幹部がこのようなことを言うってことが一体我々の社会に何をもたらすのかっていうことだけはちゃんと考えなくちゃいけないと思いますと問題視しました。フォトジャーナリストの安田夏樹氏は、公権力を追求批判監視するメディアの存在は公権力者にとって不都合になり得る、問題は不都合だとみなしたメディアを正せる立場にあると思い込んでいる権力者側の認識そのものではないかと述べました。また薮中美栃元外務事務次官は、 G7 の中で政府の政策について批判的な見方をするのがメディアの役割と言われている、そういうグローバルスタンダードから見てもちょっとこれはいかがなものかと思うと述べました。さらに田中裕子法政大名誉教授は、磯崎元首相補佐官がコメンテーター全員が同じことを述べていると指摘した点を取り上げ、コメンテーターはそれぞれ職業も経験も異なり、おっしゃることの角度や言葉表現も違うはずだと反論し、その上で同じだという根拠は述べていないのにそう感じたということは、頭の中が自分と同じ意見自分と違う意見を入れる2つの引き出しでできているからではないか、自分と違う意見は全部同じに聞こえるということではないかと痛烈に批判していました。ニュースを深掘り。というわけで、サンデーモーニングで司会の関口博史氏や青木治氏が放送法の解釈変更を痛烈に批判したということでしたね。
関口博史氏は、先日も、なんで、この話が今また出てきたのか、私にはよくわかりませんと首をひねり、いろんなご意見はあるとは思いますが、やはり、我々は我々の、この番組の姿勢を淡々と貫いていかなきゃいけないなと、私は思っておりますと話し、今後も、番組の報道姿勢を貫くと宣言していました。そして、この関口氏の、この番組の姿勢を貫くと決意を口にしたことには、ネット上でも、ここでひるんだら、番組の存在意義がなくなるという、関口さんはじめ、スタッフの皆さんの覚悟みたいなものを感じました。関口さんにあっぱれです。と、番組を応援する声がある一方、いや、この姿勢が、放送法という法律の観点から問題視されているのです。報道には責任がついて回ると思うんですが、関口博史は都合よく解釈してるなと批判も多数寄せられていました。確かにこれまでの放送を振り返っても、司会の関口博史氏をはじめとし、サンデーモーニングの出演者の偏った思想は明らかであり、東京大学名誉教授で評論家の菅三淳氏は2017年の放送では、衆議院総選挙を控えた中、見どころは選挙の中で野党のビッグバンが起きるかどうか、選挙後にどこが主導権を握るのか、投票先を決めてない 54.4% の人は選挙に行かなければいけない、そして次回に何をするかかけてみることが必要とコメントし、産経新聞は出演者が野党寄りの発言があったと報じています。また、韓国を来賛し、北朝鮮による拉致事件を擁護しており、菅三淳氏が2002年の小泉訪朝により、北朝鮮が拉致犯罪を認めるその瞬間まで、共和国が拉致犯罪を行う合理的理由はないとして、この卑劣な犯罪の存在を否定してきたのは有名な話です。最近でも、ジャーナリストの青木治氏も、日本が1965年の日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決したとする韓国の元徴用工問題について、日韓関係が悪いっていうのは得なことはないとした上で、日本側も一歩前に踏み出して、お互いに譲歩し合ってなんとかこれでまとめられるような方向に日韓双方の政府が努力すべきだろうなと思いますと、日本にさらなる譲歩を求めていました。また田中裕子氏も、お金だけではなくてきちんとしたお詫びの表明というのが今からでも必要なのではないかと主張し、政府の徴用工問題に対する向き合い方を批判していました。いずれにせよ、これらも氷山の一角であり、出演者の偏った思想による偏向報道を繰り返すサンデーモーニング。政府が番組を問題視していたのも当然のことなのではないでしょうか。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。この人たち自分らは全く偏ってないって心の底から信じてるからなわら。結局、どこまでも安倍側しかできない左翼メディア。自分らが死に追いやったようなもんなのに反省もなく、誹謗中傷、捏造を続ける。影響力の大きいメディアの暴走を抑制するための放送法が不満なら、公共の電波を国に返上して、ネットで勝手に好き放題やってたらいいだろ。なんなんこいつら？極左のテロリストなの？本当にされてたら、その当時に TBS が総力を挙げて特集組んで報道特集あたりでやってるだろ。今頃になって騒いでるってことは、何も影響なかったってこと。てか、
こいつらが変わらず自由気ままに半日半地味やってる時点で説得力が全くねえしわら。本当に政府によるマスゴミ弾圧があるならサンモニなんてとっくの昔に打ち切られてるわ。言いたい放題言えてるやん。批判されるようなことされてないやん。むしろ捏造変更でそっちが批判される気。玉川みたいな明らかなデマを垂れ流しても何の音がめもないのに、何が検閲だよ。わら、笑わせるなよ。ぶっちゃけ番組ごとに判断すべきだと思うわ。局全体って言うけど、視聴者はその局の報道すべてを見るわけじゃなく番組単位で見てんだからな。どこも同じだけど、オウム以降 TBS が普通に報道を扱うのも疑問だし、今回の自社報道の検証も反省もないのが怖い。マスコミ様の権力がすごすぎる。自発的な変更ならまだしも、適正国家の侵食を許してる時点で野放しにするわけにはいかんのよ。もし実際に圧力受けたなら、なんでその時言わなかったの？国民の皆さん、政府は卑劣にも我々に圧力かけてきましたって宣伝すりゃよかったじゃん。今政府を痛烈批判できるなら、仮に圧力受けてたとしても気にせず痛烈批判できたでしょ。問題は不都合だとみなした権力者側を正せる立場にあると思い込んでいるメディアの認識そのものではないか。サンモニの赤老人たちが自由に変更報道してることが圧力がない証明。むしろ中国や朝鮮に忖度しまくるサンモニに不信感しかない。サンモニに圧力かけるまでもないけどな。 TBS が変更報道をやりまくっても選挙じゃ安倍自民が圧勝してたし、日本人の世論操作できなくなった落ちぶれクソメディア。愛の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？何を今更といった感じですね。もはや、8年も前の話なのですから、実際あったのか？なかったのか？決着はついているはずですよね。TBS も放送局として局内を取材してその事実を報道すべきではないでしょうか。果たして8年前に総務省から何らかの働きかけがあったのか、なかったのか、そして番組制作に影響があったのか、なかったのか、当時の担当者、責任者に取材し、事実の有無を過去の事案として放送局での事実を丁寧に調べて丹念に取材して事実として報道すべきだと思います。そして番組では未来の話ではなくて過去の事案として発言するべきです。今のままなら政権批判姿勢は不変で出演者も大して変わらないので、この8年間で影響なしと判断されるだけであり、取材もせずにこれから発生するような誤解を与える表現とか未来系で発言するなんて、視聴者をバカにした極めて悪質な番組だと思ってしまうのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの愛です。ご視聴ありがとうございます。これを機にこちらへの登録よろしくお願いします。